ベイシステムズ・サブマリンズのデボンシャードッカホール。2万5000平方メートルある屋内、造船複合施設で、同種の施設としては、ヨーロッパで最大の規模である。ベイシステムズ・サブマリンズは、イギリスの防衛企業、ベイシステムズの全額出資主会社で、潜水艦の開発、設計、建造を行っている。カンブリア州、バローイコールインイコールファーネスに拠点を置く。 2012年1月までは、ベイシステムズ・サブマリンズ・ソリューションズ、その後2017年までは、ベイシステムズ・マリタイム・サブマリンズという社名であった。同社は、世界でも数少ない原子力潜水艦の設計、建造が可能な造船所を運営しており、1963年収益のドレッドノート以来、3隻を除いて、イギリス海軍のすべての原子力潜水艦を建造してきた。 バロイコールインイコールファーネスの造船所では1886年にオスマン帝国海軍の潜水艦アブデュルハミトを浸水させたのを皮切りに潜水艦の建造を行っており1901年にはイギリス海軍のホラント級潜水艦を浸水させているこの造船所は以前はビッカースシップビルディングエンジニアリングが運営していたが1999年に ベイシステムズが設立されるのに合わせて潜水艦部門はベイシステムズ、マリンの一部となった。当初はベイシステムズ、マリンの一部門としてアルビオン級揚陸艦などの水上艦も建造していたが2003年にベイシステムズマリンがベイシステムズ、サブマリンズとベイシステムズネーバルシップスに分割されたことに伴いバローイコールインイコールファーネスは 潜水艦専業となった。バローイコールインイコールファーネスでは1986年に屋内型造船複合施設であるデボンシャードックホールを完成させ、それ以降はすべての潜水艦が DDH 内で建造されている。現在、同社ではアスチュート急限視力潜水艦の建造を進めており、一番艦は2007年6月8日に浸水した。また、 ヴァンガード球団同ミサイル原子力潜水艦の後継となるドレッドノート級も建造している。ありがとうございます。